1940年9月16日、時の近衛文麿内閣がいよいよ日独伊三国同盟締結と決したとき、天皇は近衛にこのように述べている。ドイツやイタリアのごとき国家と、このような緊密な同盟を結ばねばならぬことで、この国の前途はやはり心配である。私の代はよろしいが、私の子孫の代が思いやられる。本当に大丈夫なのか、このドイツやイタリアのごとき国家、という言い回しに、天皇の感情が秘められている。ドイツ国防軍の電撃作戦が世界戦史に見られぬほどの鮮やかさを示していたとき、バスに乗り遅れるなが日常の挨拶語のように言われ出していたとき、天皇のドイツ感は実に冷静で、時勢とかけ離れたものであった。他の資料を見ても昭和天皇のドイツに対する不信は明らかであろうが、最終的に三国同盟に懸念と不安を抱きつつも、日米戦争が起こり、万一のことがあった時にはこの絵は私と憂いを共にせよ。三国同盟のこと、今日の場合はやむを得まいと思う。と近衛と死を共にする覚悟を示し、うなずいた。